前回の続きでございます。ここを取っちゃおうかなと思っておりますね。今お城を作っていると。かしこまりました。これを立てちゃえば全国で諸勢力が使えて、であともうね後継官っていうのも立てなくてよくなりますね。研究もうやったね。これはね、ここだっけな、幸福福寺。歩兵やってんのかな。歩兵はまだやってない、前進。町並みを制圧しました。資源を確保しました。もうこれいらないんですよ。7万で壊せるかな。大丈夫そうだね。天神だね。なんだっけな、筒井城。筒井城、室町誰もいないのか。アナブト君、ケツがアナブト君に頼みましょう。ケツブト君ですよ、ケツブト君。諸勢力の部隊が出陣しました。
諸勢力の部隊が出陣しました。外門を突破いたしました。敵の城を清掃、捕獲せり。同盟国は来ちゃってんのか。もう秋には間に合わないね、残念ながら。秋なのに祈らない。うーん、統制力が天候どういうことだ。多党勢力包囲網、ほう、朝敵だからね。なんたってこっちは関係ないんですよ。そしたらね、秋になったので兵力をね かき集めないといけないんで、同盟国のところをねすり抜けることもできるわけですよ。かしこまりました。ちょっと待ってくださいね。お任せください。帰還にしてなかったね。管理しなくちゃ。かしこまりました。じゃなくて、機関はへえ。ここまでやって、こいつがね今まで天神に運んでいたのを、今回はここまで持っていくことにして、でここのやつも香川県に持っていくことにして、で同盟国とのね同盟がまだ2年ありますからギリギリで大丈夫ですね。ここのここにある兵力、これをね持っていっちゃうんだよ。同盟国をすすり抜けて、あーでもね半分ずつだね。もう一人いないかね、ここに。
誰もいないのかよ。さっきのここにたくさん人がいたから。まあ後回しにしてですね、この兵力をね、そうだな、どうしよっかな。とりあえずここに持っていく、この八神に持っていく。お任せください。八神5枚しかいない。なんだこれ、これね、あとはこいつは筒以上に持っていく。京都に持っていこうか。お任せを。ご飯がどんどん減っていくよ、この運ぶ作業で。同盟国のところにすり抜けていくんだ。兵糧がもうありません。我が領内に向かって敵が進軍中。ご飯がなくなっちゃったよ。12月になればご飯が手に入る。今ここからね、攻められているんですけど、12月になったらね、引き返してくれるんじゃないかな。引き返した。パンパンになっちゃうよこれ。
パンパンなんですけどね。14万ぐらいは持ってこれる。こっちも13万、まあ12万だったら受け入れられるね。12万円ぐらい。お任せください。承知しました。ご飯がまたなくなっていく。残りが7万と20万。ご飯がなくなっていく。時間が来ちゃいましたね。ご飯を買いたいんだけどね。ああ、歩兵してもらいたいね。時間が来ちゃいましたね。こっちの方がいいんじゃないかな。こいつ強いんだよ。だから本来ここにいちゃいない方がいいやつなんですよね。どうしよっかな。今回はこの人、どうしよっかな。今回はこの人に歩兵を頼んで、新しい人を、この人もね、強いかもしれないんだよね。こうやって、軍事にして、でこうやって弱いやつをね雇わないと。あ、でもこの人はね、あ、でも強いね。こう弱いやつでいいんですよ。あ、ここダメみたいですね。こうやってね引かないとダメなんだよ。選べないんですね。
こっちに頼む。我が領内に向かって敵が進軍中、兵糧が底をつきました。こいつは来るかな。戻っていく。そしたら今回はここで終了でございます。